現在のお仕事について教えてください。はい、今僕はですね、阿波踊り宝船というグループを運営して、そして自分でもパフォーマンスをしております。この宝船というのは何かというと、日本で初めてのプロの阿波踊りグループで、今コロナで止まっちゃってますけど、通常であれば年間300ステージぐらい、今までに世界20カ国61都市に活動展開するプロ阿波踊りエンターテインメントグループをやってます。そしてそのグループの今リーダーを務めているという状況です。ありがとうございます。どういう形で阿波踊りをプロフェッショナルの仕事としているんですか？そうですね、踊りで、収入を得てるっていうことなんですけど、その収入っていうのは、出演料をもらうっていうのが一番大きいですね。そのフェスティバルとか、クライアントさん、イベンターさんから出演料をいただいて、もう世界中どこへでも僕らは行って盛り上げる。そしてお客さんとその会場の空気の一体感を作って、それで、対価をいただくっていうようなお仕事ですね。阿波踊りを始めることになったきっかけを教えてください。僕の父親が徳島県出身なんですね。で、徳島県出身で、うちの父親は上京してきてから、結婚して子供ができたので、僕自身は東京生まれ東京育ちなんですよ。で、なので父親がどうしても子供たちに自分のふるさとのお祭りをやらせたいっていうことがあったみたいで、小学校4年生の時に宝船というグループを父が作って、それで僕や兄弟が所属して、それから毎年毎年阿波踊りの本番に出るようになりました。で、その後2012年にこの息子の代である僕とか姉がと弟が一緒に、これはプロでやりたいと、もしかしたら世界中にニーズがあるから本格的にやろうということを決めて、法人化して、で、それから2012年から今まではプロとして活動してきたという形です。メンバーは何人おられるんですか？メンバー全部で50人いまして、その50人のうちプロメンバーであるボンボって呼ばれてるあのユニットが5人で、その下にノットっていうグループがセミプロメンバーで活動してるんですけど、セミプロメンバーが7人。そして残りのメンバーが一般メンバー、クルーって呼ばれているメンバーで、所属してます。で、上から順番にボンボ、ノット、クルーっていう風に、メンバーがいるんですけど、いろんな依頼が来た時に、ボンボメンバーとか、そのノットメンバーとか、そのプロとかセミプロがいろんなところに飛び回りながら、で、夏の阿波踊りとかはみんなで一緒に、50人が、お祭りに参加するみたいな形で活動してます。練習踊りを始めることになったきっかけを教えてください。阿波踊りは先ほど言ったようにやっぱり父親の影響なんですよね。で、僕はもう阿波踊りっていうものは全然興味があるわけじゃなかったんだけれども、東京でも阿波踊りのお祭りがあったので、お客さんとしてね、家族で昔は見に行ってました。で、見に行ってて、あ、こんな感じなんだって思ってたんですけど、父親がどうしても阿波踊りをやらせたいっていうことで、宝船ができる前の小学校1年生ぐらいは、その地域の阿波踊りのグループに参加するのが最初だったんですね。で、僕の父親と父親のあの父、つまり僕にとっておじいちゃんと、この3代阿波踊りずっとやってるので、父とおじいちゃんも一緒に最初は違うグループに参加したりとか協力したりとかしてやってたんですけど、やっぱ自分のグループが作りたかったり、自分が幼少期見てきた本場の阿波踊りってもっと違うんだっていうこだわりもあったみたいで、宝船を作って、それで僕は、そこに参加したと。でもあんまり別に最初から僕はモチベーションとして阿波踊りがやりたいっていうタイプじゃなかったので、もう本当に父親が言うから、半ば強引に、もういやいや最初は始めたっていうのが、最初の動機ですね。何歳ぐらいから本気でやろうっていう気になったんですか？これはですね、結構、後で高校卒業して以降だと思いますね。僕、実は、阿波踊り自体が楽しくなかったわけじゃなくて、阿波踊りというものが、周りからしてみたら、ダサいよ、かっこ悪いよって言われてたんですね。つまり今でもそうだと思うんですけど、日本文化っていうものが日本の中では、すごくイケてる、素敵だねって思われてないんですよね、若者にとっては。
やっぱりヒット曲とか、流行とかがあると、かっこいいアーティストとか、アイドルとか、そういうものの方がみんな目が行きますし、お祭りってそんなん、おじさんおばさんがやるものでしょって思われてたんですけど、で、で、阿波踊り自体はそう、で、僕は嫌じゃなかったんだけど、周りからの目を気にして、やっぱり僕は若い頃は、すごい人の目を気にする繊細さんだったんで、あ、嫌だなと思って、それでしばらくずっと、続けてはいたけど、心にしこりがある、もやがあるような形だったんですけど、高校卒業後に、自分で音楽とかバンドをやって、インディーズだったんですけど、全国ツアーとかをやるようになったんですね。そうすると出会ったメジャーレーベルのディレクターさんから、成功するにはミュージシャンとかアーティストっていうのはオリジナリティが大事だと。で、そのオリジナリティというのは自分はこういう人間だっていうものを音楽で伝えていかないといけないんだよって言われて、で、米沢くんのオリジナリティって何かなって話した時に、まあ僕昔から阿波踊りとかやってるんですよねと雑談で話したんですね。したら、阿波踊りって面白そうじゃんって言って見に来てくれたんですよ。そしたらそのディレクターさんが大絶賛してくれて、すっごい面白いじゃんみたいな。なんかやっぱり阿波踊りってダンスミュージックだし、日本の踊りだし、ああいう米沢くんならではのリズムとか踊りを音楽に取り入れたりできないのみたいな風に言ってもらったことがあって、僕はその時にはまだ腑に落ちないんですけど、阿波踊りなんてダサいよって思ってるから、そんなん俺はもっとかっこいいものがやりたいのにって思ったんだけど、その後、そうなんですよ。その後、僕、海外の、ハワイのホノルルで踊る依頼を受けて、2011年に踊る機会があったんですね。それは僕ら旅費を払ってハワイに行って、阿波踊りを踊った経験があったんですけど、ちょうどその時に 3.11 の地震があって、その時に僕はハワイで日本のニュースを見て、津波が大変だった時に、翌日メインステージが決まってたんですよ。で、メインステージに出演したら、僕らの次のタイムテーブルでいう次の人たちが、飛行機が止まっちゃって来れなかったので、鳥になったんですね。で、鳥になって、僕らはいろんな不安もあったけど、一生懸命踊るしかないと思ってがむしゃらに踊ったら、それを、見た人たちがものすごく勇気もらいましたと。昨日いろんな報道を見て落ち込んでたけど、なんか自分のこれから大丈夫かなっていう不安が晴れて、宝船さんの踊りを見て感動して明日から頑張りますとかすごい言ってくれて、初めて、あ、僕って結構いいこと やれたかもしれないな、なんか人をね元気づけたりとか、なんか踊りって僕が思ってた以上に大きな価値があるのかもって、そこで初めて思ったんで、日本に帰ってきて、ちょうどバンドが解散するって決まったんで、じゃあ本格的に阿波踊りやってみようと。そしてそれはなぜかというと、僕自身が阿波踊りなんかダサいよって、コンプレックスにすら思ってたから、逆に言うと、だからこそ僕が、本当にかっこいいんだよっていうことを伝えられる伝道師になれるかもなってちょっと思えたんですよね。うん、ネガティブだったからこそ。そういう経緯で、まあ、プロになりたいと思ったとか、っていう感じですかね。ごめんなさい、長くなっちゃいましたけど、そんな感じです。よかった。いや、はい、すごいよかった。私なんか、鳥肌が立ってしまって感動した。いや、ありがとうございます。そうなんですよ。阿波踊りを始めようと思った理由が、じゃあ、それに入ってるわけですよね。あ、そうです、そうです。そうですね。だから、そういうことです。それで、ちゃんと法人化してやろうと。で、自分のオリジナリティである、まあ、阿波踊りっていうものとか、自分がずっとやってきたものを、今度は例えば一回ちょっとバンドをしたりとか、音楽をやったりとかしましたけど、そういうエンターテインメント要素を取り入れて、本当にバンドが成功するように、阿波踊りというジャンルでアーティストとして成功してみれるじゃないかっていうふうに思ったんですよね。うん。ロックですか、それは。そうですね、ロックですね。で、ちょっとブルースとかソウルというか、そういう黒人音楽とかが好きだったので、そういう要素も取り入れた、スリーピースのバンドをやってたんですよ。で、ギターボーカルで曲も作ってたっていう感じですね。じゃあ、阿波踊りロッカーですね。まあ、そうですね。今は全然音楽やれてないですけど、うん、そんな感じです。うん。なるほど。わあ、面白い。阿波踊りを練習した場所、方法とか教えてください。
地域の公民館とか体育館とかをお借りして練習していることが多いですね。近くに友達の劇団がいて、その劇団さんが稽古場というかスタジオを持ってらっしゃるので、仲がいいのでそこを使わせてもらったりして、まあ練習してるんですけど、まあ今ちょっとコロナがあってね、止まっちゃってるような感じですかね。うん。じゃあ、地方にいる方とかもメンバーの方おられるっておっしゃってました？はい。そうです、そうです。で、地方にいるメンバーは、まあたまに、東京来た時は一緒に練習しますし、あとはオンラインでできることはオンラインでみんなで交流したりとか練習したりとかしてます。うん。なるほど。阿波踊りダンサーになるにあたって自分なりに技能を習得するためにしたことをお願いします。まずはたくさん浴びるようにいろんな人の踊りを見たっていうことですかね。それは昔は YouTube とかもなかった時代は、本当に数秒間しかない夏のニュース番組とかで阿波踊りが特集されているものを録画しといて、それを何度も見たりとか、で、徳島に阿波踊りとして見に行った時は、この観光用の阿波踊りビデオみたいなのが売ってたので、そういうものを買って帰ってきて家で何回も見たりとか、もういろんなありとあらゆる阿波踊りを見て、それを何回も何回もなりきって、踊りを真似したっていうのが、そういうことで、少しずつ踊り方を覚えていったって感じですかね。うん。で、もちろん父親から教えてもらったりとかね、そういうことももちろんありましたね。何歳からなさっていたんですか？うん、僕は小学校1年生ぐらいからやってまして、で、宝船が小4にできたっていう形なので、はい、6歳ぐらいからやってます。長いですね。もうだいぶね、長いこと。はい、やってますね。普通にこう、動いてます、しまいますね。何も考えなくても。そうですね。うん。米沢さんにとっての阿波踊りという仕事がある生活とはどういうことですか？やっぱりその、阿波踊りの仕事っていうものって、普通は、僕らが初めて法人化してプロでやってるので、プロがいない世界なんですけど、プロとアマチュアって何が違うかというと、技術の差ではなくて、覚悟とか責任を背負ってるっていうことだと思うんですよ。で、やっぱり、もっと喜んでもらいたいとか、もっと工夫できないかとかを常に考えて、自分たちが阿波踊りの魅力を伝えたりとか、喜んでもらえたりとか、あと、新しいお客さんを、どんどんこの阿波踊り業界に、来てもらったりとかすることを毎日考えるってことが、まあ、踊りの仕事と向き合ったりすることなのかなって個人的に思ってますね。なるほど。米沢さんにとっての阿波踊りを踊るということについてお願いします。はい。僕にとって踊るっていうのは、この生命を解放するとか、心を露出するみたいなイメージがあるんですね。で、まあ、心を裸にするっていうことなんですけど、どういうことかっていうと、まあ、阿波踊りの特有の特有の価値として、うまい下手を競うんじゃなくて、ありのままの自分をさらけ出すっていうような、文化があるんですよ。というのは、阿波踊りっていうのは昔からもう本当に江戸時代の頃から、踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らにゃそんそんっていう言葉がありまして、で、これってもううまいも下手も関係ないから、みんなで踊ろうぜっていう、まあ、意味合いなんですね。で、昔は無礼講があって、士の交渉問わず、身分も、関係なく、所得も関係なく、性別も関係なく、みんなで踊ろうぜ、っていうことをずっとやってきたお祭りなので、そこで求められるのは、遠慮すんなよ。お前もっと自分の踊りたいように踊ってくれよとか、君の魅力もっと見せてくれよとかっていうふうに、阿波踊りって、すごく求められている気が僕はしているんですね。なのでそこで心のフィルターを外してリズムの中だけは自分の心が解放できるようなものが阿波踊りという踊りなんじゃないかと思ってますね。やっぱりロックですね。そうですね、ロックですね。まあだからもしかしたら、うん、ミュージシャンになったりとかしながら音楽に阿波踊りに行ったのかもしれないですね。やってることは一緒だなと思うんで、うん。そうそう。自分にとっての阿波踊りとは？うん。そうですね。さっきも言ったんですけど、そういう、
いろんな人がみんなで踊れる、踊るアホになれるっていうこと。それから、非言語であるっていうことですね。やっぱり、歌だと英語とか、スペイン語とか、いろんな中国語とか、世界中でいろんな言語を話している人たちがいたときに、まあ、なかなか意思疎通が取れなかったり、意味がわからないことがあったりするんですけど、まあ、踊りだったら、リズム一つで、仲良くなれたりする。この非言語で、ボディーランゲージの延長みたいな、この人間の本能的な動作っていうものが踊りだと思うので、その非言語であるっていうこととかが、すごく、まあ僕はすごく大事だなと思ってるんですね。あとはインタラクティブであるってことですね。普通、ショービジネスとかって何でもそうなんですけど、鑑賞する人と、それを、鑑賞する人と演じる人って、すごく縦社会な感じがしていて、上から下に、クオリティの高いものから、観客へっていうものの、この、下に向けての技術の、なんか、披露みたいなイメージがあるんですけど、お祭りってもっとお客さんとフラットに接することができたり、一緒に踊ったりすることができたり、今まで観客だったんだけど、手を引っ張って招き入れることもできるっていうような文化なので、そういう意味で、インタラクティブで相互関係、相互方向に、双方向に楽しめるっていうのも、すごく阿波踊りの魅力かなと思ってます。うん。